パンデックススタートアップ支援ポッドキャストを始めます。はい、はい、よろしくお願いします。今日はアントレ道場と東京大学の授業でやっている内容とか意識しているポイントをお話しできたらと思います。僭越ながら、はいはい、今ちょうど S2 と呼ばれているセカンドセメスターがワークショップ主体の授業なんですよね。 そうです。そこを今設計されていて、どんなことを気にされながら設計しているのか、ぜひ。いや、恥ずかしい。そうですね、まずそのなんというか目標とか目的設定とかってアントレの部分、アントレ教育でものすごく難しい部分で、これは意見が分かれたりとか、実際こう論文読んでてもこうみんな違うことやってるよねみたいな風に書いてる部分ではあるんですけど、アントレ道場では、まあ、起業家的な行動の練習であったりとか、起業家的なスキルの習得みたいなところに重きを置いていますと。なので、なんだろう、起業家的なマインドを身につけるとか、あとはなんだろう、こう、ファイナンスの知識を身につけるとか、そういったところには重きを置いていないっていうのが、うん、まあ、目標、目的として考えているところ。なるほど。っていうのが、まあ、まず、なんだろう、前段としてありますかね。はい、なぜそうしたんですか。時間が限られているっていうところが大きいかもしれない。なるほど。ですね。7週間ですもんね。そうですね。で、1コマ105分ですよね。ですね。できることか結構限られますよね。いや、そうなんですよ。全然なくてね、短いですよね。その中どういう構成で今されてるんですか。うん、なので、全体としてはそうですね、アイディアをこうある程度こう枠を伝えた上でその中で考えていただいて、でチームを作って、で、まあ、顧客インタビューをして MVP 作ってセールスしてピッチするして振り返るみたいなこう流れで進めようとしています、ね。なるほど。アイディアは決めちゃうっていうか、ある程度枠を使う。いや、ここね、そうですね、まあ、難しいですよね。そのさっき言ったみたいに企業家的な行動とかの方に重きを置いているので、インタビューとかセールスとかをやってほしいというのがありますと。じゃあそうなった時にそれが、この授業の中でできるアイディアっていうのが結構限られてきてしまうっていうのがあって、うん、なので、まあ、お友達と学生同士が顧客候補になって、かつインタビューもしやすくて、かつ、まあ、MVP も作りやすいってなると、なんというか、まあ、なかなか小さくというか選択肢が少なくなると、うん、なのでそれをこう何ですかね、学生の方に自由に作っていいよって言ってもいいんですけど、まあ、なかなかそういうアイデアって出てきづらいので、こちらである程度こう AI ベースでこのサービスをめっちゃ変えましょうみたいな感じでこうベースを出して、アイデアの枠を設定しているみたいな次第になっています。まあ、確かにロケットを作りたいですみたいな、ね、ロケットビジネスですって思ってこられてると、インタビュー相手もこちらが紹介できるとは限らないし、うん、MVP 作ろうにも何がミニマムバイアブルなのかとか、はい、結構授業としては難しくなりますよね。難しくなりますよね。まあ、経験としてはそっちの方がもしかしたらいいのかもしれないですけど、うん、授業として全体で皆さんができるところってなるとなかなか難しいかなと。そうですね。海外の MBA とかだと、なんか本当に授業中に、まあ、種類として向こうって少ないので5コマとか6コマとかかもしれませんけど、ちょっとそこもわからないですが、まあ、そういうなんか結構時間使える授業で、かつ MBA の方々も業界経験があって、うん、ネットワークもあり、学校側もなんかそのインタビューいいというかインタビュー相手を紹介してくれるみたいな、なんかすごい条件が整った中で自分の持っているやりたいアイデアをやるっていうのはすごくいい、はい、うん、そうですね、と思うんですが、私たちみたいな大規模なクラスで、しかも、ね、まだやっぱり社会人経験がない学生が多い中でそれやってもらうと、本当にアイデア考えるだけで、いや、7週間足りないですよね。そうですね、私たちが見ている起業家も1年かかりますからね。フルコミ、もうほぼフルコミってでも1年かかりますからね。そうですね。なのでアイディエーションってめちゃくちゃ難しい
ですよね。時間もかかるし。そうですね。しかもなんかアイディアによって学べるものが結構違う。そうですよね。業界がどこかとかね。はい。To B to C かとか。とか、まああとその会えるかどうか、お客様に会えるかどうかで学びが違ってくると学習の成果というか教育成果が出づらいみたいな。いうのもあったりしますね。そうですよね。ここら辺は馬さんがされてた時に何というかこう振り反応でするとインタビューできなかったできなかったみたいな感想が出てきたみたいな。そうですね。はい、いっぱいあったので私が担当してた時にもインタビューできなかったとかちょっと違う人にインタビューしてきてそれ仮説検証になってないよねみたいなとか、まあ、あとなんか Google フォームスで聞いちゃうみたいないうことも結構あって、やっぱりそのフリーハンドにすることによるメリット、フリーな自由なアイデアを考えていただくことによるモチベーションがすごい高まるとかいうメリットもあれど、すごい教育の成果がぶれるというか。そうですよね。のでまあ多少こう制約があった方がまあ教育の成果は上がりやすいかなっていう判断かなと思います。まあそういう今授業は私ではなく基本富田さんにやってもらってるわけですが、やってる中で何でしょうね、何でしょう、チーム設定とかで意識しているところとかありますか。はいはいはい、いやね、ここも何が正解かっていうところがまあ分からない中でなんですけど、まあ一コマの中で他の時間と考えると一コマの中でチーム設定までしないといけないっていうので相当時間が限られていると。だから理想的な状況だったら自分以外の講義の人と全員話して。なんか一番強いチーム作るとかだと思うんですけど、まあ、それはなかなか難しいと。なので、ものすごくこうなんですかね、時間を区切ってもうなんかある種こう機械的にというか、まあ、少ない選択肢からまあ決めるみたいな感じでカスタムメイドみたいな感じになってますと、うん、で具体的には、まあ、授業のモチベーションごとに3島ぐらいに分かれてもらって、その中で3人とお互い話すの、その後に、ベースとなるアイディアごとに分かれてもらって、その中で話すみたいな感じで、まあ、自分と何かが共通している人と、まあ、最大6人とか、まあ、それ以上話す人もいると思うんですけど、一回、まあ、いろんな人と話してもらうとっていうのが、まあ、まず最初にあって、その後にこう2人組になってもらって、そこから2人組同士でくっつきますみたいな感じで、もうかなりこう流れをこう設定してもう作るみたいな感じでやってます。これでいいのかが分からないですけど、まあ、チームが自分たちで設定できるとモチベーションというか、まあ、授業に向かう気持ちも強くなるかなという背景はありますね。そうですよね。なんか研究とかでも何でしょう、まあ、実はこれもちょっと難しいところなんですけれど、自由にというか学生の皆さんが自由に組んだ、まあ、自分たちが組みたいチームで組んだ場合は実はパフォーマンスあんまり出ないことが多いんですが、そのチームは長く続くっていうメリットデメリットと、まあ、一方でその勝手に組ませた場合は、実はパフォーマンス良くなる、多様性とかが担保されて良くなるんですが、ただあんまりチームが続かないみたいないう研究もあって、なんかそれをうまくバランスさせながらチーム組むみたいないうのが大変ですよね。そうですね。チームでやっぱりね、成果とかも変わっちゃう部分があるのでね。そうですよね。その成果って言ってもその本当の何でしょう、業務的な成果というか、うん、アイデアの成果もあれば、はい、教育成果も変わってきますもんね。そうですね。そうですね。なんかめちゃ歩きない人いたら全体下がっちゃって活動量も落ちるみたいな。はい、うん、そう、一人なんか、ね、モチベーション低い人いたら日程調整できなくて1週間過ぎましたみたいないうことが私の周りでもあった。そうですね。なのでさっきモチベーションっていう切り方とアイディア、まあ、切り方いろいろあると思うんですけどね、はい、かつ私たちがやってる授業人数多いですからね。そうですね。そこそこワークショップにしては、まあ、そうですね、70弱ぐらいですかね。今年はそうですね。ですね、昔はなんか100とか超えてたんで。そうですね。そうか、そうですね。のでそれを考えると、そう、しかも固定式のそう教室でみたいなめっちゃ滞留する感じですよ。そうしたいろんな制約条件の中で、かつ一番厳しいのは時間制約ですけど、厳しいですね。チーム組んで、ただチームでやらないと成果が出ない、うん、成果というか教育成果が低い。そうですね、一人でやってもね。
ですよね、はい、っていうのもあるので、なんかそこの、ね、チームのブレ幅、はい、チームによるブレ幅もありますし、なんかそこの教育成果のブレ幅なるべく、ね、こう減らしつつ、うん、とはいえ高い水準で皆さんが学んでいただけるようなやり方なのかというのを結構考えながら、そうですね、そこはやってますよね。他に何か気をつけてる点とかありますか？いや、なんかこう、なんですかね、授業資料みたいなのをめちゃ丁寧に作るのはもちろんなんですけど、アイディアとか自己紹介とかのスライドを一人一つ作るみたいなのやってて、はい、まあ、何かっていうと Google フォームとかで宿題提出してもらったら、まあ、自動化ツール通じてその内容をスライドにして、はい、まあ、でそのスライドを見せ合いながら話すみたいな、もうフリーに話してくださいと続かないので、何かこう材料を持って話す、でその材料はまあ宿題とか授業中のフォームからできるみたいな感じで、うん、その、まあ、なるべくなんすか、ね、自動化ツールとか使ってそういう材料をたくさん、はいはい、使いながら進められたら進めているってところは意識しているポイントですね。なるほど、まあ、ツール使ってますと。ツール使ってますね。使ってるんじゃないかな。まあフリーハンドで話すと結構、いや、そうなんですよね、はい、なので、まあ、そこはそのツールも使ってますし、こういうことを話してくださいとかっていうのはかなり細かく指示している、うん、そうですね。私もそれこそ COVID-19 の流行ってた時とかはオンラインでやってた、うんうん、やっていただいてたので、学生の皆さんにもやっぱりもう、ね、何やなんかブレイクアウトルームに行ったら分かんないので、いや、そうですよね、なんかね、よくある、よくあったっていうのはなんか、はい、話してくださいって言って何をみたいなのとかは授業で、そうですね、うん、毎回なので私も各チームごとにドキュメント作って、このパートだとこれ話してください、話す前に書いてから話してくださいとか、うん、なんか結構細かいインストラクション書いて皆さんに渡してた記憶があります、はいはい、あ、それでいいのかとかもちょっとまあ思いながらやってるところではあるんですけど ね、それにするとちょっと受け身になっちゃうというか、うん、自分たちでこうなんて話しかけ初めてやっていくみたいなところを奪っちゃうんじゃないかとか、そうですね、思いつつ、いや、そこは本当に思うところですし、はい、まあ、今後もしかしたらそれこそ最近もなんかやってる研究っぽいものを見ましたけど、なんか AI のファシリテーターみたいなのがうまく入って、うん、こうなんかマネージメントというか、うん、会話のファシリテートをしてくれるとか、確かに今後議事録とかもね、勝手に取ってくれそうですね、取ってくれますし、はい、こういうこと話したらどうですかとか、あるいは、まあ、オンラインだったらちょっと話しすぎてる人いますよとか、そういうなんかのが出てくるとみんなもうちょっとこう何でしょう、話しやすくなるというかいうのもあるかもしれないので、やっぱりツールとかうまく使わなきゃいけないのかなとは思いますよね。そうですね、はい、はい、特に大規模であればあるほど、そうですね、そうですね、ツール、そうですね、紙とかにやるのってなかなか大規模になれば難しいですね。まあやってましたけどね、紙の配布、 A3 の紙を結構配布するとか、やってはいたのですが、やっぱりそれはそれで大変ですし、やっぱちょっとね、皆さんオンラインに慣れてきているの で、 ああ、そうです、ね、オンラインで同時編集した方が、そうですね、 Google スライドとかを同時編集するのでね、紙に書くよりは、そうですね、あと当日書いてもらう、紙だとどうしても当日に書いてもらうみたいな作業が発生するんで、時間がね、そこで10分15分取られると、できることが少なくなっちゃう、うん、はい、という授業の設計とかもろもろ考えながら実はやってますと。そうですね、はい、はい、他に何かこの S2 でやってることでここは強調しておきたいみたいなのがあれば。いや、何が正しいかが分からないのがちょっとこう苦しみながらみたいなところですけど、あとはそうですね、一応こう発表会とかピッチの発表会とかをしてはいるんですけども、そこではこう実際に投資家の方に来ていただくみたいなところで、うん、なるべくこうなんだろう、本当らしさというか、本気で取り組む理由だって本当らしさみたいなところを作れたらなと思ってやってるってところですか、ね、うん、まあ、いわゆる申請制みたいな、はいはい、そうですよね、そのあたりを担保しながら、まあ、あとはそれをきっかけにスタートアップのコミュニティとかに実際に触れてもらうみたいないうのをしてくれるといいですよね。そうですね、
まあ、スタートアップじゃなくてもいいですけど ね、まあ、そうですね、何かやり始める人たちのコミュニティに入ってもらうきっかけとか、でも実際にね、なんか授業で会った投資家の方に、あ、そういう方もいますよね、っていう投資してもらったっていう人もいましたもんね。はい、そこからつながって、まあ、いいねって言ってもらってっていうのは、まあ、それがいいのか悪いのかはちょっとまた別問題としてあるんですけれど、とはいえこう授業を通して社会とつながる、まあ、社会というのも一部の社会ですけど、つながる経験をする、まあ、そのための準備の、まあ、アーティファクトというかピッチ資料を作ってもらう、そのために必要な、まあ、十分なトラクションとかインタビューとか、まあ、基礎的な知識を身につけてもらうみたいな、なんか割とそういう設計になってるのかなと。そうですね、はい、はい、いう授業の、そうです、はい、これでいいのかはわからないですが、わからないですね、まあ、ただね、授業の制約、時間制約の中でできることは結構、まあ、そうですね、限られてますし、まあ、特にね、ビジネススクールではないので、私たちは本当にいろんな専門、工学部だった工学系の専門の授業がある中の一コマでやれることって考えると、やっぱりそういう成果内だと、成果の授業だと何かとの接続とかになるのかなと思います。そうですね、接続のための準備とか、水先案内人的な、ね、まあ、とはいえ、ね、大規模でもワークショップをちゃんとやることで、ちゃんとそこのクオリティというか、学べるものの多さというところは担保しようと頑張ってますと。そうですね、はい、そんなワークショップやっておりますと。そうですね、そんな感じです。はい、はい、まあ、ツールの話はなんすかね、前やった先生向けの、 あの研修トレーニングみたいなところでもすごくこう興味が、あの皆さん持ってらっしゃるところだったので、それはまた別途お話しできると、はい、いいですかね。そうですね、また別途ツール、はい、こんなツール使ってますとか、すごいマニアックな話題ですけど、いや、これね、そうですね、ただまあ、知りたいという方が多いのであれば、まあ、こういうの使ってダメでしたとか。そうですね、結構ね、私たちもなんか、いや、まさにめちゃくちゃ使ってますよね。私は結構使う人ですし、はい、使うことによって例えば宿題のリマインダーを出したりとか、あの授業直前に今日もありますよ、こういう人来ますよ、す、ね、みたいな、結構そういうリテンションレートを高めるための施策とかも打てたりするので、いや、そうですよね。でも私学生の時にリマインドメールと受け取ったことないですよ、授業の中で。いや、まあ、もうね、それで来てくれる人が10人、まあ、20人増えたら、その中から一人すごい企業が生まれるかもしれないので、まあ、そういうちょっとしたコストでできることがあればやればいいと思いますし、そのコストを下げるための手法がツールかなと思うので、うん、そういうツールの使い方もぜひお話していきたい、はいはい、じゃあ今日はこのあたりにしておきましょうか。はい、はい、ではファウンド X のスタートアップ支援ポッドキャストでした。はい、ありがとうございました。